ただいまより学校法人 SKK 情報ビジネス専門学校2024年卒業証書授与式を挙行いたします。山田博。はい。田中講師。はい。ただいまご覧いただきました映像は ATV 様の方で放送されておりますお天気フィーラーの映像でございます。この映像制作につきましてはクリエイティブデザインコースの2名がアップルウェブ様のご指導のもと企画、撮影、編集を行いました。またクライアントの厳しい意向を表現することに大変苦心したと聞いております。ネットワーク様のご依頼により新しいロゴ作成と社用車へのステッカー作成および貼り付けをデザイン系の学生が 2,3 人で行いました。活動を表現するサックスをモチーフとした新ロゴが採用されたようでございます。株式会社着物センター様よりディスプレイをホテルブライダルコースの皆さんとご一緒にしませんかとお誘いを受けました。和装にレースを取り入れるなど若い感覚を取り入れていきたいということで何度も打ち合わせを重ねディスプレイを完成させました。実務を行いましたこの3組の皆さんに理事長賞を差し上げたいと思います。理事長賞、藤田美咲、はい、あなたは誠実計算継続のもと学業、技術習得に励み、その知識や技術を実社会での実務に生かすことに努力しました。この努力を認め、ここに表彰します。藤田、私たち実社会に生きる者たちが学生時代はより大きな社会を目指して日々努力を重ねることを求められました。しかし現在人口減少、環境の変化、各種規制の緩和により小さな社会の中でより各々の幸せを考えながら社会貢献ができるかを問い続けることが求められています。皆さんが習得した知識や技術を持ってこの時代を切り開く人材として羽ばたかれることを期待します。これから皆さんはそれぞれの道を歩まれます。しかしその道は平坦なものばかりではないことと思います。そんな時こそSKK で培ってこられたことがあれば自分を信じて今後の人生の壁を乗り越えていけるはずだと信じています。 SKK で学んだことを生かし4月から私たち卒業生はそれぞれの異なる未来が始まります。どのような時もチャレンジ精神を忘れず素晴らしい瞬間を悔いなく過ごせるよう各々の道を歩んでいく所存です。卒業生が退場いたします。
森市にある株式会社ホテル青森に就職します。はい、初めは不安なことがたくさんあると思うんですけど、それをしっかり乗り越えて、お客様に最高なおもてなしをできるようにしていきたいと思います。私は八戸市の八戸プラザホテルに就職します。私はウェディングプランナーとして働くので、今まで学んできたことを活かせるように頑張りたいと思います。私は千葉県の浦安市じゃなくて舞浜市にある東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾートというところに就職します。やっぱり人に笑顔を届けようと思ってこちらの学校に入学して、資格も取ったりとか就活も頑張ったので、それに向けて頑張りたいと思います。はい、進路は東京にある、株式会社グリーニングに就職が決まりました。上京をするので、なんだろう、いろいろ頑張ります